どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。りんちゃんキラーやっていきたいと思います。レベル9なんでね。頑張ります。消えゆく灯火をつけているので、オブセッションの人を倒せればみんなのスピードがダウン。こんにちは。いや、それはダメですよね。間違えたんだろうけど。ありがとうございます。まずは1回ね。はい、よいしょ。さあ行くぜ、フェイズワーク。おるぜ。よいしょ。セッションどこかな。逃げている。待ってよ。あ、スピードアップとかつけて、そうやって。ミスったね。よいしょ。うーん、こっちかな。さあ頑張ってね。フレディもいいんだけど、やっぱフレディ見づらい。見づらいよね。よいし、助けた。どっちもやる。あ、君じゃないな、向こう側だな。一生懸命逃げたか。どこにいるの。キャラクターはどれだろうね。よし。直してるね。よく見えるぞ。今一瞬全員見えたね。待ってくれ。よし。あら、やった。ほっ、フェイズウォーク。直したいと思うんだよね、そこ。そんなことないのかい。いや、奥右側いた。君だ。よし。こんにちは。灯火パワーが発動していくぞ。まだまだだけどね。よいしょ。助けに行った。
奥で直してるかな。聞こえないね。よし。助ける。おお、いい、オッケー。さあ、地下ルート。特等席。フェイズウォークの使い方はやっぱりぐるぐるだったりでもあれかな、一回ね、板の近くで止まって見せてみたいな。オッケーオッケーオッケー、向こう側直そうとしてるな。で、今見えたからいた。普通に逃げられた。そこは行き止まり。さあ、消えゆく灯火オンライン。全てが 22% 遅くなるぜ。気ぃつけな。オッケー。よいしょ。あっちやな、向こうが直したがったもんね。ただの移動用って感じやけど、これあれ直してない。直してるね。隠れてんじゃない。いねえか。いねえのか。止まってんな。助けた。移動している。ああ、待てよ。当たるんだ。すごい、ちゃんと当たるんだね。勉強になった。ありがとうよ。素晴らしいね、リンちゃんの特性をよく理解してるな。で、声がよく聞こえるのをつけると相性良さそうだな。よいしょ。
直したね。こんにちは。待ってくださいよ。行きます。オッケー。ラストの人どうやって探すかだよな。バビチリもねえし。今走ったね。ちょうどいたんだ。やるじゃないか。お怒りだよ、リンちゃんは。どこ行くの？お待ちになって。まず H2 だ。だね。声だね。一回当てさえすればあとは声でって感じだな。よいしょ。さあ練習あるのみだね。ちょっとりんちゃん頑張ろう。はーい、ということで今回はここまで。次回はまたサバイバーかな。どうだろうね。どっちかやっていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたなー。